ロープを結んだり、新聞を束ねたり、ロープの結び方を覚えておくと便利なことがたくさんあります。今回のハウトゥーナビは、知っておくと便利なロープの結び方をご紹介いたします。まず、2本のロープをつなぎ合わせるときの基本となる本結びです。まず、白のロープで輪を作り、オレンジのロープを上からくぐらせます。くぐらせたオレンジの端を白の上から巻きつけ、オレンジを下から白の輪に通します。白とオレンジの両端をそれぞれの方向へ引っ張り、結び目を締めます。本結びをほどくときは、オレンジの両端をそれぞれ別方向へ強く引っ張るとほどきやすくなります。本結びは短い2本のロープをつないで長くしたいときに便利です。一度締めると固く締まり、比較的簡単にできるのが特徴です。廃品回収をはじめ、日常生活では新聞紙を束ねる機会はよくありますよね。そんな時に上手に束ねる方法をご紹介します。新聞紙を縦に置き、下から3分の1くらいのところにロープを通します。ロープを鍵型に引っ掛けた後、もう一度同じように鍵型に引っ掛けます。次に新聞紙の束を裏返して、ロープの両端を裏側へ回します。横になっているロープの上を通した後、交差しているロープの下をくぐらせ、端を強く引き締めます。この動作を2回行い、もう一方の端のロープと本結びなどで結びます。これで別名、木の字型と呼ばれる結び方が完成です。木や柱などにロープを結ぶのには蓋結びが便利です。まず、柱などにロープの端を1回巻きつけ、輪に通します。さらにもう一度輪に通します。次に両端をそれぞれの方向へ引っ張り、結び目を締めます。これで完成です。長い方のロープの方向へ引く力が加わっている限り、緩むことはありません。比較的簡単に丈夫に結べ、またほどきやすいのも特徴です。最後はもやい結びです。もやい結びは対象物に直接結びつけずに、輪をかけるような感じで結びます。まず、中間に小さな輪を作ります。次に、端を輪にくぐらせてからロープの下に通します。下にくぐらせたロープの端をもう一度輪に通します。両端をそれぞれ引っ張り、結び目を締めます。結んだ後は輪の大きさは変わりません。比較的簡単にでき、強度もあります。応用範囲が広く、結びの中の王様とも呼ばれています。いかがでしたか？ロープの結び方も用途によっていろいろと種類があるんですね。日常生活やアウトドア、災害時にも役立つロープの結び方、覚えていて損はありません。ぜひ挑戦してみてください。